はい、皆さんこんにちは、ケバイチヒデです。私はですね、化粧というのは女性の人生そのものと思っています。何事も毎日の習慣、小さな小さな些細な行動、それの繰り返しによって人の心というのはとにかく自分の自信につながります。例えば手抜きをしたという一日のですね、化粧に対する始まりが手抜きをしたということであれば、その一日の生き方というか、その一日の行動の仕方がですね、手抜きというパターンに入ってしまってね。ですから朝一番に自分が鏡の前に立った時に、今日も一日よし頑張るぞということでですね、自分の心を整えるかのように、こだわりの化粧、そういう所作を自分の中でですね、意識して、そしてメイクをしていくということによって、やっぱりその毎日の繰り返しがですね、少しずつこう蓄積していく、それが大きく大きく人生をですね、変えていくものだということで、私はいつもお話をしています。たかが化粧ですけども、やはり女性の人生を変える、女性の人生が変わるということはですね、その周りの子供さんとか旦那さん、家庭や職場や地域、ひいては日本の社会全体が変わっていくと思っています。ぜひあなたもですね、そういうたかが化粧というふうに思わず、化粧にとことん意識してですね、頑張ってもらいたいと思います。KYC ヒデでした。頑張ってください。